ある日の私が池内先生にインタビューの予定をしていた日のことです。インタビューに来た人ですか？随分早く来ましたね。どうかしましたか？大丈夫？じゃあどうぞ。今日はよろしくお願いします。ホルモンについての研究をしています。エッズを使って説明しましょう。ホルモンは細胞が情報を交換し合うときに使う道具のようなものです。細胞が作ったホルモンが血流を通して他の細胞の受容体に作用して、その受容体にひっついたときに自分が何をすべきかという情報を伝えられる、そういう仕組みになっています。で、この仕組みを使ってホルモンを検出したり測定できるような細胞を作っています。この細胞はホルモンの受容体が最初から入っていて、ホルモンがやってくるとこの受容体にしっついて、受容体はこれ染色体なんですけども、染色体の中にある応答配列という配列に結合して、でそれがその後ろにある遺伝子を発現させるんですけども、ここがルシフェラーゼっていう酵素になっていて、ルシフェラーゼが発現すると光が発光が起きるという、そういう仕組みです。この細胞にホルモンがちょっとだけ来るとちょっとだけの光、たくさんホルモンが来るとたくさん光るっていうことで、ホルモンの量を測ることができます。これが今話した検出細胞で実際に測定しているところです。で、ここでは検出器のルミノメーターっていうんですけれども、この中にこのようなプレートが入っていて、ここに検出細胞が一つずつ入っています。で、サンプルはいろいろ、いろんなサンプルが一つずつ入っていて、で実際に測ってみるとこのような発光量が検出できています。高い値が出ているところにはたくさんのホルモンが入っていて、ここなんかは発光量が低いですけれども、あまりホルモンが入っていないです。このようにしていろいろなホルモンの量を測ることができます。はい、学生の頃からホラー小説は好きで、あと怪談だとかミステリー、サスペンス、SF なんかはよく読んでいて、で趣味で書いていました。2009年に日本ホラー小説大賞短編賞というのをいただきました。で、当時は強いて言うとやったと思いました。これが受賞当時の新聞記事で、滋賀夕刊毎夕新聞に載りました。名学館2階実験室2の扉の前に貼ってあるので見てください。作品は本学の図書室にもあるので、まあ、ただですからぜひ読んでください。どちらも好きだということが共通していると思います。やっていて楽しいです。研究もホラーもどちらも不思議っていうところがあると思います。研究は不思議なことが分かっていくっていう面白さがあります。ホラーはその不思議っていうのを表現して、さらに怖いっていう部分もあって、そういう部分も面白いです。で、小説の方はストレス発散になっていて、大学のこの仕事がうまくいかない時なんかはよく書けます。で、学生の皆さんにもやっぱり好きなことをとことん追求してほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうぞ。インタビューさせてもらう予定の佐藤ですが。え、さっき終わったばっかりですよ。え、今からですよね。いや、さっき他の人が来てましたよ。取材は私一人のはずですけど。じゃあさっきの誰だったんだろう。